どうやら切り抜けた。なんか声が二重に。誰？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。どこに向かえばいいんかな？あ、この細い道を向こうの方に行けばきっと、道あるよね。直接見てもよくわからんけど、マップで見たらちゃんとあるよね。あ、またこんな狭いところを。この先で何が待ってるかはわからないが、いつまでもここにいてもしょうがねえしな。よし、行ってみるか。すごいな。どんどんあんなとこに入っていけるの。ね、なんかめっちゃもやもやしやんけど。なんか、何怖い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 。あ、これ避けていける感じなんかボス的なものかと思ったけど違うんやね。なんかここ行き止まりじゃない？あ。あ。そういう感じね。なるほど。まだおるわ、あいつ。なんかね、すごい道の真ん中で、いかにもボスですみたいな感じでおったけど違うんやね。こっちで合っとるよね。一本道よね。待って。え、びっくりした。落ちた。そっか、別に死なんねよね。なんかゼルダとかもやりよったらさ、今やってないけど。ゼルダってさ、めっちゃなんか高いとこから落ちたら、うってなって死ぬやん。なんか、あれがあるけんさ、ちょっとビビった今。めちゃくちゃビビった。よし。え、あれよね、何やったっけ？アプリゲームのさ、原神？あれも高いところから落ちたらなんかダメージ受けるっけ？え、なんかね、前に、あ、大丈夫なやつ？動く石像ってなんかすごいさ、トラウマがあるんよね、小さい頃の。その頃のはドット絵やったんやけどさ、それでもトラウマやけんね、あんな綺麗な 3D で動き出されたらなんかすごい嫌。小さい頃ほどは怖くないと思うけど。え、何？なんかそのまんま行ったんやけど。普通に崖んとこでガターンってなると思ったけんびっくりした。でも楽しそう、なんか。アトラクションチックな感じで。え？あ、まだここから行けるんか、向こうに。あれ、同じマークよね。んでもなんか大体これもさっきのと同じ仕掛けだよね。でも、今は動いてないみたい。え、何？あの台座は何か、どうしちゃったのかな？何も不自然ではないん？さっきまでのやつ、ウィーンとは動きよったけど、別にあんな台座なかったけど、それ。なるほど。何か書かれてる？大丈夫。壊れてない。あ、そういう。魔力を注げば、また動くようになるはずだよ。僕ならなんとかできるかも。お、試してみるから、ちょっと待っててね。頼りになるね。頼みます。でもこういうのなんか邪魔が入りそうな感じが。いや、大丈夫そうやね。そのまんまいけそう。なんかキーウに終わりそうやわ。おい、見つけたぞ。え、来た。脱獄した例の人間どもだ。やっぱ来た。増援の部隊をこっちに回せ。え、てか誰やった？ホミリンやった。相手にしてられない。あいつも脱獄したうちの一人捕まっとった。あ、ホミリンだっとった。もう少し時間が必要だよ。お願い、それまで僕を守って。ふわ、余計な仕事が。まあでもしょうがない。あ、何これ、自分でぶつかっていく感じ？お前は逃がすなと命令を受けてるんだ。無駄な抵抗はやめて、おとなしく捕まっちゃいな。嫌だよ。嫌ですよ、そんなの。頑張って神、僕の分までファイト。あ、てかあの作業しうるってことはあれやん、回復役がおらんわけやん。別にそんなねそんな困ることではないけど、レベル的に。ホミ、大丈夫？今ホミって誰や？神今回復してあげるね。ホミリンと混ざった本名。まだ魔物がいるから気をつけて。もう少しで仕掛けが動くようになるから、それまでなんとか頑張って。これはさっきこっちの3体やったってことは、こっちさんのあれがボスってことかな。シュルルル、どうやって抜け出したかは知らんが、こんなところに込んでいたとはな。スタブロになるまで一旦見つけて、再び牢屋に入れてくれるわ。シャー。どうやってと言われましてもね、普通に扉を開けて出てきたんだ。あと少し、魔力を過ぎ切るまで使えない僕を守って。はい守ります。大丈夫、一発二発ぐらいでやっつけるよるけん。俺を甘く見るなよ。万能薬、お、どんどん回復してくれる。まだ魔物がいるから気をつけて。もう少しで視覚が動くようになるから、それまでなんとか頑張って。よし、あとはお前だけだ。人間め、あがいたところで無駄だぞ。俺たちだけじゃなく、騒ぎを聞きつけた連中がまもなく次々とやってくるだろうぜ。マジでもう来なくていいよ。ガハハ、だが心配するな。貴様なぞ、増援の舞台を待つまでもなく、この俺様がのしてやるからよ。ボンガー、ボンガーあ、ボボンガーっていうんやね。なるほど。あわわ、強そうなものだよ。神、気をつけて。大丈夫。ほら、もうこの強そうっていうやつでも2発でやっつけたけん全く余裕なんで大丈夫です。あ、もうすぐ行けるんじゃない？お、行けそう行けそう。あ、そういう感じ？しまわれていく感じ。なるほど、うん、これなら見慣れてる。なんでなんで仕組みが分かった？あの機械のさっきまでと形違うやんとしか思わなかったけど。来た新たな追っ手が。早くバイバーイ大丈夫、飛べる敵とかおらんてかさ、ホミリンはあれよね、別にこれに乗る必要全然ないよね、飛べるし。えへへ、それほどでも。僕を守ってくれた君のおかげだよ。またさっきとは違う部屋に来たね。あ、これまだ部屋なんや。先に続く道を探してみようよ。脱出はまだですか？あ、でもそろそろ出られるのでは。じゃあ宝箱をはやてのリングよし。またこんな狭いとこ。絶対こんなとこリアルだっても入りたくないよね。あ、これ上から見たとこじゃない？ねえねえ、そうよね。あれれ、ここってさっき上から見た時に魔物たちがいっぱいいたところじゃない？うんうんうん。でも今おらんね。あれか？追っ手たちはここから来たとか。そんなぐるっと回ってきてないか。あ、あそこから先に進めそうだね。ねえねえ、行ってみようよ。ここの奴らはここの奴らで別の場所に行ったんかな？なんか多少おるけど。まあ無視して。行きましょう。なんか扉とかあったけど、こっちって言ったけんこっちでいいんだろう。あ、外に続く道にやってきたよ。やったね。ほらー、イエーイ、太陽が眩しいぜ。マジか。ん？あ、なにこれ、雲の上？よくさ、こういうシチュエーションで、なんか周りが海で、なんか断崖絶壁に囲われた島みたいなパターン。よくあるけど、こういう、こっちの方がさ、逃げ場ないよね。さすがにここからじゃ、まだ海やったらさ、100% 死ぬわけじゃないやん。でも雲の上はさすがに、100% 死ぬよね。気絶した。なんだなに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 、誰？もう脱出できると思ったのに。我よ、魔王様に仕えし六軍王が一人。六軍王、今まで出てきた？邪竜軍王ガリンガ。わからん。魔王様に差し出すため気絶していた貴様を捕らえていたが、まさかここまで逃げ延びていたとはな。魔王への生贄やったんやね、私らは。非力な人間にしてはよくやったが。いや、まあ、扉を開けてくれたのはホミリンなんやけどね。なんで一緒に入れられとったんかは、なんか未だに謎やけど。皆の者よ、あの男を捕らえよ。勇者の仲間をそのままにはしておけぬ。さあ、時は満ちた。魔王様に逆らう愚かな人間どもを滅ぼし、なんか強そうなんですけどより強固なものにするのだ。え、でもまずは周りの雑魚からってこと？へえ、これかっこいいよね。私めちゃくちゃ重いんやけど、ウルフドラゴン超かっこよくない？見た目めっちゃ好きなんやけど、私可愛いしかっこいいし、周りの雑魚たちはねやっぱ雑魚やけんね。12発でやっつけれちゃうんですよね。イエーイ、やってえわ。でもどうせあのボスとも戦うんやろ。ガリンガやった。え、めっちゃ増えたんですけど、これはさすがにあれか、ストーリー上でやっつけてしまうやつかじゃないと、さすがにもうダメか。じゃないとね、いや別にやっつけれるとは思うけど、時間的な方法なら一つだけあるよ。何？ホミリンが脳に直接。この声はホミリンか。お前さっきなんか足元でキューって気絶してなかった？実はあれは本体ではないとかそういう。君は僕のことをずっと前から知っているはずだよ。何？どういうこと？地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の贖罪も果たされるだろう。この言葉を覚えてる？全然覚えてないんやけど、何出た今までにその言葉。その言葉神の記憶の中ちゃんと文字として出てきたかな、わからん。ここを突破するために力をあげる。一度きりのとっておきの力さ。でもそれは君の一番大切なものと引き換えになるかもしれないよ。何？命？死ぬやん。君の一番大切なものは何？仲間とか、仲間が殺され、それはそれで何？ホミリン悪魔？そうなんだ。大切なものは仲間たちとの思い出。ほら、脳に直接話しかけてきよるけん、もう脳内まで覗けとる。何も言葉を発してないのに神。そうなんだとか言われても構わねえ。俺に力を。生きてさえいれば思い出はまた作れる。思い出が消えるだけ？記憶がなくなる。俺は、あ、そうなんだ。あれか？主人公と合流した時、記憶喪失になっとったんやっけ。なんかいろいろと忘れとるな。いろいろと忘れとったり、なんか主人公サイドでプレイしよった時の記憶とごっちゃになっとったり、いろいろする。ついに観念したか。さあ、奴を捕らえよ。何？今の間君たちには時が止まってたように見えたのか。めちゃくちゃ独り言を言ってね、止まってってしよった感じだったけど大丈夫？なんか魂抜けてない？すげえ、一発で吹っ飛ばしたよ。粉々にした。しかしそれでも耐えとるやつらがおる。すげえ。めちゃくちゃ強いやんあいつら。俺はこんなところで終われない。なんとしてもここから出てやる。お、ここから出るとかそういうことは覚えとんよね。俺はなぜここにみたいなことにはならない。仲間の記憶だけ消える。すごい、めちゃくちゃ完成しとる。強い。超かっこいいやん。何が起きてるか全くわからんねえけど。ほら、あんな上の方におる敵まで全ての敵を死体に捕らえてるってことやろう。何のよどみもなくさ、なんか一発でその敵の位置に飛んでいきよるけど。非力な人間の最後のあがきか。あ、こことの戦闘。え、さっきのムービーさ、なんか端っこの方にまだ敵残ってなかった？あれはほっとくの？ほらほら、おるやんおるやん。あれはなんかいっぱいおるやん。愚かな人間め。単体ですか？お、単体や。マジで。俺はこんなところで終わらねえ。なんとしても突破してやる。別に特にって感じかな。たまに即死。即死は多分無理よね。即死は多分、こういう敵相手には無理なんじゃないかなと思うけど、やってみよう。アサシンやった。まあ即死は無理やったけど、でも普通に使えるんや。いけいけいけ普通に攻撃するより強いんかどうかわからんけどいてって。めっちゃなんかちょっとこけたぐらいの。特技3発やん。4年めっちゃあっという間にやっつけた。やばい。君なんかその6軍王やっけかなんかって言ったけど全然弱いじゃないか。こっちが強すぎっていうのもあるかもしれんけど。おお、何、もう力が切れてきた。体が急に重く、あ、代償が。てかホミリンは俺脳に直接話しかけてきたあたりからおらんのやけど。終われない。うわ、相手も普通に生きとるし。己かざかしい。復活してきたよ、おい。もはや生かしてはおけぬ。砕け散るがよい。いや、これは誰かが助けに入ってくれる感じではないんすか。でもこんな空の上。え、何？普通に吹っ飛ばされる？え、あれ？え、落ちたよ。え、落ちたよ。雲の上よね。え、やばくない？結局ほら、命も失われ。いや、命失われたら、主人公と再会できんわ。あ、ホミリン。いいよ。よくやった。どうやら切り抜けた。なんだなんだ？なんか声が二重に。誰？わしはお主の世界で、預言者と呼ばれるもの。なるほど。以前お主に予言を与えた手前、お主を最後まで導きたかったが。違うっけ？なんかね、一人で山小屋だかなんだかみたいな感じのとこで。わしが手助けできるのはどうやらここまでのようだ。それがホミリンに化けて助けに来てくれとったってことか。なるほど。どこにでも現れるんやね。え、これで、なんか、どっかの街で記憶喪失で見つかるのあ、今みんなとの記憶が消えていきよる。悲しい、今までの冒険が。え、でも結局あれよね。神は最終的に記憶、戻ったよね。戻らんかったんかな。でも戻ったらさ、代償の意味なくない？いや、いいんやけどさ、別に。生きてさえいれば、道は開けよう。さあ、行くのじゃ。で、ここで拾われるってことか。やれやれ、えらいこった。一瞬あれしちゃったかも。地形が変わっちまったところもあるし、大樹が落ちた衝撃は凄まじいな。うん？おい、独り言が過ぎるよ。大丈夫か？そんなところでフラフラして、一体どうしたってんだ？ちょっと雲の上から落っこちてきまして。わからない。あ、もう記憶がなくなった。俺は誰だ？え、自分のことも？確か。え、仲間のことだけじゃなくて、もう仲間との記憶じゃなくて、記憶を持ってからだってこと？おい。なんか部分的な記憶とかだけやったら、それはそれであれなんかもしれんけど、自分の記憶なくなるのって辛いよね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。